どうもこんにちは、ひなぴよです。じゃあ逃げていきましょうね。さて、うわー、びくじゃーい。はい、これ結局どうしたらいいんだろうね。とりあえずここに隠れればいいのかな。はい、うん、食べとるね。あれ動けない。あ、動けた。クラゲの鍵ね。うん、夢中になって人間食べてるね。あ、なるほど、クラゲの鍵がどっかで使えるのか。あ、さっき普通に何も関係なく逃げちゃったな。出ます出ます。で、こっちか？ OK！ クラゲの鍵を使って開けた。うわ、まだ追っかけてくんの？どこまで追っかけてくるのよ。そろそろ、そろそろ。いえ！行き止まり！終わったな、これ。まずい。行き止まり。あ！でしょうか。なんか助けの光な気がしますね。あら、綺麗、可愛いクラゲがバシャン。クラゲが助けてくれるのか。おーおーおー、なんだ。あ、そういうわけじゃない。なんか飲み込まれたけど。およよ。まだ行ってない部屋あるけど大丈夫かしらね。あ、また海の底に沈んじゃったよ、すずちゃんが。うん。うん。聞こえる。声が。痛い。痛い。苦しい。痛い。誰なの？痛いの？苦しいの？私が助ける。待ってて、待っていて。ほら、ヤドカリが去ってった。これヤドカリで会ってんの？ん？おお、戻った。あ、助かったのか。え、なんか、え、でもスーズちゃんクラゲになってましたけど？はあ、よかった。はあ、何だったの今の。うん、何だったんだ一体。え、だってね、すずちゃん水槽の中に入ってたけどね、クラゲになって。で、これがあれかな、ヤドカリの鍵かな。オッケーオッケー。いませんように。あ、いないわ、よかった。なんかめっちゃ血じゃないか。これ海ぶどうってことにしましょうね。海ぶどうがね、これちゃんと洗って食べないと、水に戻さないと、シワシワのままだからな。美味しく食べれないよ。ヤドカリいなくなってる。よかった、助かった。うん。あー、ウミガメにセーブしてもらうの忘れたと思ったけど、いたー、やったー。これ何？この人。この人じゃない。これな、ん？これなんだ？あ、体力を回復しますか？なるほど。あ、でもあれ、さっき一回死んで、転生したんで、マックス5あります。いや、これからなんか頻繁に追いかけられるってことか。やだな。突然ヤドカリに襲われたり、クラゲになったり。これは現実なのかな？
信じがたいよね。この水槽には入れるのかな。水槽に触れますか。はい。何も起こらない。気のせいだったのかな、さっきのは。いやー、クラゲ限定なんじゃないかなーって思うんだけど。違うかな。ちょっと一回、もう一回セーブしとく。この先に進みますか。進みますよ。あー、勝手に進んでいますね。ここまで来ても誰もいない。それに、あの化け物みたいなヤドカリは一体。ルルはどこなんだろう。無事でいて、欲しいな、ルル。あれ、動けませんね、まだ。はあ、この音は嫌な予感がしますね。え、何、後ろから追いかけてくる？なんか、大きい音が、あー、ヤドカリちゃん。ヤドカリちゃん、やめて、こっち来ないで。また、もう、しつこい！伏せてください！誰？はぁ。クリスさんとか？なんかこの喋り口調。新キャラ？それとも。誰？あ、やっぱりクリスさんだー！やったー！探しましたよ、スージ様。あなたは？クリスさん？やったー！心強い！クリスさん。ご無事で、何よりですわ、スージ様。どうしてここに？話は後です。逃げましょう。はい。私さ、ちょっとクリスさん疑ってるとこあったんだけどさ。っていうのもなんか、好き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 みたいに書いてあったやつあったじゃん？あれがクリスさんから館長へ向けてのメッセージなのかなと思って。だってなんか館長出てこないのってなんでなんだろうって思っちゃうんだけど。ここならさっきの場所よりは安全かと思いますわ。助かりました。ありがとうございます、クリスさん。とんでもございません。たまたま銃が落ちていて助かりました。お怪我はありませんか？たまたま銃が落ちていることなんてないのよ。なんで銃があるのよ。はい、私は大丈夫です。って、クリスさん、その腕、大怪我してるじゃないですか。止血しないと。大したことありませんわ。少しヤドカリに襲われただけですから。いえ、これはすぐに止血しないと細菌が入っちゃいます。包帯探してくるので休んでいてください。スージ様、ありがとうございます。とっても頼りになりますね。スージ様。よし、包帯を探そう。一人で行くんですか。あ、なんか、ゆっくり、体力を回復していってね、みたいなことを言ってる。ゆっくりって言ってくれてる。なんとかガメって書いてあるのも、わかるから、なんか、ちょっとずつ読めるようになっていくのかな、もしかして。美しいクラゲが泳いでる。うん、ずっと見てると吸い込まれそうと。この水槽は雰囲気が違う。水槽に触れてみますか。これあれじゃね、クラゲになれるんじゃない？まずはこの部屋を探してみよう、OK。ありがとうございます、スージ様。少しここで休ませていただきますわ、と。穴がある。下に続いているみたいだけど、このままじゃ降りられない。何か使えるもの。え、なんかある？なんもないけどな。じゃあ触るしかないのかな？クラゲになれってことかしら。さっきヤドカリに襲われた時は、いつの間にか水槽の中に引き込まれたけど、できるかな？ん？スージ様？何をされるのですか？見た方が早いかな。やってみます。なれる？うわー、できたー。はい、こんにちは、クラゲです。よろしくお願いします。
ーズさんの？うわあ！なるほど。クラゲになって海の中を探索すると。なるほど。これか？じゃあ。紐が落ちている。拾いますか？あ、これで止血するってことか。他になんもないしな。戻るか。はい。人間に戻ります。あれ？間違った。はい。あ、間違った。はい。へえ、なるほど。こういう感じで、水族館を探索できるのか。すごいな。できた。コントロールできるようになってる。どうなっているのですか？私、夢を見ているのでしょうか？クリスさん、私、水槽に触れると、クラゲに変身できるようになった、みたいで。この空間の力だと思うんですけど、何か役に立てられればって思います。あ、申し訳ありません。驚いてしまって。にわかに信じがたいですが、今、目の前で起こったんですよね。まるで魔法みたいですわ。まあ、私も全く理解できてないので。スーズ様、お触りありませんか？はい、今のところ大丈夫みたいです。それならよかったです。スーズ様の身に何かあったら大変ですから。いやー、なんか人と喋れるってだけで、すごく癒されますね。へえ、セーブセーブ。あー、パート1じゃなくて、ファイル1にセーブしちゃったよ。ルルちゃんがいなくなっちゃうわ。あれ？これ紐は？あ、頑丈そうな紐。人がぶら下がっても大丈夫そう。あ、止血するわけじゃないのか。あ、これか。ここから降りるってことか。そうだ。さっき見つけた紐。紐を使って下に降りますか。はい。怖くありませんように。変な BGM じゃありませんように。あ、大丈夫でした。これは？薬箱は左上から数えて1番から20番まである。包帯が入っているのは一つだけ。ヒント、正解の右斜め上は偶数。正解の箱より上の数字をすべて足すと10以上になる。薬箱の色は白。ほう。それって、上から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ってことかな。ってなると、で、白なんでしょ？ってことは、ここの2列のどれかに絞られるわけでしょ？で、右上が偶数になるのって、10か20と、18と、ここが8しかないから、で、ここが2と7だから、9で10以上にならないってことは、ここしかなくて、4、9でしょ？で、13になる。で、ここが14で、で、右上が10で偶数。ここじゃない？よし！完璧な推理。はい。いや、よかった。なんか、ただの、うわー、登り方がすごい豪快。いや、ただの謎解きでよかったよ。でもさっきのっていうか、その、パート2のさ、あの謎解き結構難しかったね。あれカットしてるからあんまり考えてないように見えるかもしれないけど、結構10分ぐらい考えてるからね。スーズ様。クリスさん、包帯見つけました。腕出してください。わざわざありがとうございます。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。何言ってるんですか。クリスさんだって私のこと助けてくれたじゃないですか。お互い様です。スーズ様。お客様をお守りするのも。水族館に勤める者の大切な役割です。スーズ様、
あなたは私が守りますわ。クリスさん。あら、いいね。落ち着いたところで早速なのですが、ここは一体、どこなのでしょう。水族館でルル様を探していたら、いつの間にかこの空間に飛ばされていました。私と同じだ。この空間に来てからは、軍人みたいなやつとか、大きな化け物に襲われました。私も、ヤドカリや化け物に襲われましたわ。ヤドカリじゃねえな、ヤドカリね。化け物と同じイントネーションで喋っちゃった。とにかく出口を探しましょう。そうですね。ルル様もどこにいらっしゃるかわかりませんし、行きましょう。ルル、無事でいて。さあ、行くか。一緒に動きたかったな。姿が見えないとちょっと不安だな。あ、これ、また水槽に触れられるんだ。とりあえずじゃあ出るか。あ、でもここ綺麗だね。別に調べられるわけじゃないかな。で、ここが体力回復スポットね。おー、なんかいましたね。すかさず、スタコラさっさと走っていきましたけど。あ、綺麗。まだ綺麗。あ、クラゲが優雅に泳いでる。いや、ほんとに怖くならないでほしいんだよね、水族館内がね。血だらけになったりだとかね、赤い感じになったりとか。青ってなんでこんなに落ち着くんだろうね。うわー、暗いなんだ？ウミガメ、気をつけてって言ってる。暗いから気をつけてって言ってんのかな？気をつけます。迷路になってんな。はい。あ、水槽に触れられる。ちょっと、とりあえず一通り探索しようかな。あ、これも。え？これもか。これもかな？あ、なんかある。なんだ？え？これ何？ヤドカリじゃなくて、イカみたいな。いや、このね、こんな明るい雰囲気だからさ、怖いことはないでしょ。え？大丈夫かな？大丈夫だよね。ね、襲わないでね。壺から触手が見える。観察してみますか。はい。これは、ヒョウモンダコでしょうか？あー、ちゃんと喋ってくれませんけど。あ、喋った。なんて言っているかわかりますか、スーズ様。いえ、彼らにしかわからない言語みたいですね。でも、食い物。食い物。なるほど。鍵が食い物。食べ物をよこせって言ってる。スーズ様、この子が言っていることがわかるのですか？はい。なんとなく。ひとまず食べ物を探してみましょう。なるほど。水槽にじゃあ手触れて食べ物探せばいいかな。あ、なんかいる。なんかいる。なんかいるよ。なにこいつ。ん？カニがいる。連れて行く。嬉しい。こちらはイソガニですね。名前の通り海岸に住んでいます。扁平な体は狭い場所に隠れることに向いています。雑食で海藻や魚などのいろいろなものを食べます。天敵は鳥類やタコですね。はぁ！このカニちゃんを食べさせるってこと？あ、すみません。いつもの癖でつい。さすがクリスさん。ん？イソガニが強く水槽の方を示している。はぁ、なるほど。水槽に逃がしてほしいのかな？ん？どうしたの？イソガニは手の上でぴょんぴょん跳ねて、かわいいうん。じゃあ、ちょっと。あ、でも、鍵が食い物って言ってたもんね。っていうことは、イソガニちゃんは食べ物じゃないんじゃないかな？イソガニは岩の下を見つめている。ほう、岩の下？岩の下ってどこ？岩の隙間に何かが隠してある。タコの餌、やったー！
あぶねえ。あれ、カニあげてたらダメだったんじゃないの？はい。うん。え、カニはまだ持ってるの？イソガニ持ってる。小さくて可愛いカニだ。手の上でちょこちょこ動いてる。うん。何かのすり身の塊。タコにとってはこれが美味しいのか。いや、絶対、もう、カニから反感買ってたもん、多分。カニ食わせちゃったら。よかった。観察します。ヒョウモンダコに与えます。イソガニはあげません！意地でも。だって、タコの餌がどこにあるか教えてくれたもん。お前、いいやつ。鍵だ。やったー、タコの鍵。イソガニはヒョウモンダコの壺に入っていった。え？大丈夫？大丈夫なの？お前、いいやつ、早く行け。カニちゃん。カニちゃん。こんにちは。カニとの別れがこんなにも辛いなんて。タコの鍵はどこで使うんだろう。あ、あれかな。迷路の先にあるのかな。ここかな？でも待って、その前に他の水槽にも触れてみるわ。何もなかったらカットしまーす。なんかある。これ何？紐がぶら下がってる。引っ張りますか？はい。え？何も起こらない。一体いつ使うんだよ。その状態でも喋れるんだ。なるほど。左から2番目のやつは、紐がある。じゃあ先に進むか。いやー、生き物には親切にしないといけませんね。イソガニちゃん。よかった。無事で。鍵がかかってる。年間パスポートをかざして鍵を開けますか。ちょっと待って、セーブしてきていいですか。はい、戻ってきました。お、あ、なんだ、ここにもウミガメいたわ。疲れた。大丈夫かの？なんか心配してくれてるね。大丈夫だよ、まだ。パート1が一番メンタルすり減らされたよ。科学の本がある、読みますか。粉塵爆発。小麦粉などの可燃性の粉塵が空気中にある一定の濃度、浮遊している状態で引火すると引き起こされる現象。粉塵の空気中の濃度が薄すぎても濃すぎても燃焼が調べます。電波だって電波。粉塵の空気中の濃度が薄すぎても濃すぎても燃焼が電波しない。火を起こす前に風なので粉塵を一定の密度にする必要がある。これ絶対粉塵爆発させるじゃん。雑誌がある。読みますか？読みます。最近話題の〇〇の石を知っていますか？まるで丸のように深く美しい色をしています。何でも願いが一つだけ叶うと言われており、プレゼントに最適です。なんだろうね。海のように青いみたいな感じだと思うんだけどね。で、あ、紐ある。ちょっと後でやりましょう。ああ、なんとか図鑑がある。読めますか？読めます。ちょうちんあんこ。ちょうちんの先を、喉裏に、空気を、生体をして、来た人間。教科書のように綺麗な字だ。読めませんけど？で、まあ、紐があるけど、古いカルテがある。読みますか？はい。原病歴。先天性、難素、症。一般的なクリーピーと比較して、怪我の治りが異常に早い。左上腕骨折が半日で完治。経過観察とともに、原因を究明する。身の危険を感じたら直ちに中止すること。これ、スーズちゃんのことだったりする？どうなんでしょうね。でも古いカルテって言ってるから、スーズちゃん若そうだし、違うかも。じゃあ紐引っ張るか。
怪しい。怪しすぎる。なんでしょう、この紐。引きます。手がかりがないまま引くのは危険かと思います。ですよね。手がかりを探すか。え、手がかり？一応じゃあ戻ってもう一回紐を引っ張ってみる？こっちの。ああ、ダメか。じゃあまた奥の部屋に手がかりがあるってことかな？いちいちセーブしちゃうわ。さて。鍵がかかってる。あれー？どうしよう、鍵かかってるから、ちょっと今日はこのくらいで終わりにして、次回、またここの謎解きからやっていけたらなと思います。では、おつぴよでーす。クリスさんと合流できてよかった。